はい、皆さんこんばんは。こんばんは。第59回ビリヤード超人列伝の時間がやってまいりました。はい、はい、本日の内容ですが、はい、1つ目にビリヤードニュース、はい、2つ目に、5月度リボルバーマンスリー、はい、ミゾニー VS 栗林超人、はいはい、そして3つ目に、今日は、栗林超人の何でも俺に聞け、はいはい、まあ、リクエストコーナーですね。はい、はいはい、こちらでは皆さんのリクエストをどしどしご応募していますので、はい、チャットの方でよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、以上の3本立てでお送りいたします。はい、それではビリヤードニュースご覧ください。はい、はいはい、セントラルレディースオープンですね。はい、そうですね。はい、21ヶ月ぶりの優勝です。はい、梶谷明美プロ優勝です。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。本当に久しぶりですね。はい、でもやっぱり世界選手権でもね、やっぱ3位に日本最高位になるぐらいのやっぱ力は持ってるだけあって、はい、強いですね。そうですね、はい、素晴らしいですね。はい、はい、そして準優勝に、はい、大谷明夫プロです。はい、これはあれですね、師弟関係みたいなもんですね。はい、もともと大阪の島崎で育ったプレイヤー同士ということで、はいはい、なんかいいですね。そうですね。はい、はい、そして、3位タイに、ふけみゆきプロ。はい、アベレージが高いですね。はい、高いですね。さすがですね。すごいですね。はい、はい、そして同じく3位タイにリージャーですね。はい、中国のリージャーです。中国の選手もやっぱアベレージ残ってきますよね。そうですね、シングルにはね。はい、はい、素晴らしいですね。はい、はい、そして続きまして、はい、こちらは41オープンです。はい、はい、優勝、福本宇太郎プロです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はいね、はい、この宇太郎選手は41研究会の、ね、うん、メンバーなんで、はい、やっぱ上手かったですよね。うーん、やっぱすごい上手かった。すごいリズムが良くて、すごい もう取り方も割り方もすごい上手かったんで、うーん、もうやっぱりさすがっていう感じですかね。はい、はい、そして準優勝に川端聡プロです。はいはい、ね、この川端プロは、はい、まあ、試合前日の予選の時とか一緒に喋ってて、はい、まあ、どこまで勝てるかなっていう感じでしてましたけどね。はい、41なんか全然つかないでしょうから。うーん、でもその中でこのやっぱり準優勝っていうのはやっぱレベルの高さを感じますよね。そうですね。はい、はい、そして3位タイに今ね、かなり絶好調じゃないかと思われる高橋邦彦プロですね。はい、ですね。はい、まあ、高橋プロはね、やっぱなんで勝たなかったんだろうっていうぐらいの、うん、やっぱレベルはありますからね。うん、普段練習してても本当にちょっとレベルが本当に高いですから、うん、まあ、これぐらいの結果は、はい、当たり前というか、うん、まあ、出して当たり前当然かなと僕は思いますね。うん、はい、はいはい、そして同じく3位タイに菅谷慎太郎プロです。はい、はい、わ、久しぶりの入賞ですね。うーん、菅谷プロもともと JBC から、はい、JPBA に移ってきて、もともと JPBA らしいんですけども、うん、まあ、すごい頑張ってましたね。ガッツでしたね。はい、はいはい、それでは、はい、ここでちょっとお知らせなんですけれども、はいはい、こちらですね、見えますでしょうか。はい、はい、ちょっと見にくいですけれども、はい、西日本グランプリ第4戦リボルバーが、はいはい、まあ、ここですね、この今、はい、ジャストドゥームービーをしている撮影している、はい、ここで、はい、ここでグランプリが、はい、行われます。されます。はい、はい、でね、ここに映ってるのは栗林超人です。はい、はい、早く髪の毛切れよ的な絵ですけどもで、前売り券が1500円で、はい、当日券が2000円となっております。はい、はい、皆さん、はい、皆さんね、近くにお住まいの方とか、はい、時間がある方は、はい、ぜひぜひ、
はい、栗林町人の、ね、はい、応援も、いや僕というか、まあ、試合を、はい、はいはい、試合も栗林町人の応援もぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは以上ビリヤードニュースでした。はい、はい、それではすみません、続きまして、はい、5月度リボルバーマンスリー、はい、みぞに VS 栗林超人の VTR をご覧ください。はい、さあ、5月度マンス、はい、リボルバーマンスリーの、これは準決勝ですね。はい、準決勝の試合の模様なんですけれども、はい、ミゾニーが6先、はい、栗林、僕が、はい、8先のハンディマッチですね。はい、2セットハンディがついてますね。うん、で先行ブレイクはミゾニーですね。はいはい、まあ、この試合は、はい、取られてたんだっていう感じですね。はい、結構前の試合ですね。そうですね、うん、はい、まあでもよくマンスリーでは、はい、最近出てないですけれども出たら当たりますね。うーん、そうですね、はい、そうですね、対戦成績は5分ぐらいじゃないですかね、ハンディマッチで。はい、ちなみにこの試合はですね、先週放送したんですけれども、あのワイマネとの、はい、あのね、6連チャンの試合の次の試合ですね。はい、はい、ですね、になりますね。この試合は結構覚えてますか？いや、あんまり覚えてないですけど、まあいいゲームだったんじゃないかなっていう感じのゲームですね、って言ったら先に4番飛ばしましたね。まあ、溝にはあれですね、うん、普段、まあ、昨日も一緒にセットマッチしてましたけど、はい、やっぱアマチュア最強と言えるぐらいのレベルが、うん、北陸の、うん、ナンバーワンと言える力は持ってますね、やっぱ、うん、はい、はい、さあ、まあ、これは取り切らないとダメですね。はい、問題なさそうですね。そうですね、最近自分のこういうゲームを見てて毎回なんか振り方とかが違うような気がするんですけどね。どうなんですかね。実際やっぱこう見てる、自分の試合を見てる時と実際にこうついてるの出し方とかってちょっとこう違ったりするもんですか？いえ、出し方は大体一緒、まあ、合ってますね。はい、さあこれで、はい、問題ないですね。はい、はい、これを決めまして、1対0で栗林超人ですね。はい、ね、マンスリーとかはねハンディ戦ということで、はい、まあ2つも今ハンデを振ってる状態なんですけど、はい、それに対してのこうなんか気持ち、血の面でプレッシャーとかっていうのはありますか？まあまあまあ、でも僕はこのうちのリボルバーのマンスリーに関しては楽しんで練習してるだけなんで、うん、はい、まあ負けたら仕方ないとしか思ってないんで、うん、まあその別に何とも思ってないですかね。これが試合だったらやっぱ思うでしょうね。うん、まあ、平気で5連チャンとかするレベルですから。そうですね、はい、まあ、溝に選手には5連チャンも食らったことあれば6連チャンもあるんじゃないですかね。うん、結構すごい球つきをするレベルですからね。うん、それはやっぱ試合で当たったら嫌ですよね。そうですね、はい、はい、ちょっとこれは突きづらになってしまいましたが。そうですね、うん、これはもう僕は抜くかなと思いますね、これ。ね、引っ張らなきゃいけない球なんで、そうですね、引いて引っ張らなきゃいけない球なんで結構嫌ですよね、はい、これは。うーん、あー、ナイスですね。入れましたね。
普通の顔してますけど、あ、よかったと思ってるんですけど、はい、マス割りですね、はい、で2対0です。これでハンディがなくなりましたね、はい、ここからね6先です、からです、はい、まあ、でも先週のね、ワイマネとの試合もそうだったんですけど、超人はやっぱ突きづらとかになっても必ず決めてますよね。そういうイメージがすごくあるんですけど、多分50% ぐらいじゃないですか、はい、でもやっぱり突きづらが一番飛ばしますかね、突きにくいとか、はいはい、やっぱそういうところにポジションをしているっていうのはまあダメですよね。そこにポジションしたくないけど そこにしちゃってしまってるっていうのがやっぱダメですよね。さあこれも問題ないでしょうね、はい、さあもうこれもはい、問題ないです ね、 ですね、はい、よくこういう振りで昔アマチュアの頃とか順ついて、はい、あら強かったみたいなのありますけどねでも今は、ま、もうああいう球で順はもう絶対つかないようにしてますねどっちかというと逆目をついてますからね。うん、はい、2連チャンです。はい、はい、これで、第4娯楽と第5娯楽は抜いてあるみたいですね、はいはい、で、僕がセーフティーミスか何かをして取られて、うん、はい、ミドニーのブレイクですね、だそうです。はい、はい、さあこれははい、ナイスですね、はい、素晴らしいですね。ポケットもちっちゃかったでしょうしね。ただ手玉が八の方がしっかり出ると思って決めていってますよね、ちゃんと。ダブルに狙ってますね、はい、残っても大丈夫っていう感じですね。危なかったですね。そうですね、薄かった分も厚みが反対になっちゃいましたね。本当はもうちょっと止めだったんでしょうけど、はい、なんかフォームが硬そうな感じの構えますね溝口、溝に選手ですね、はい、まあでも一緒についてて感心することが切り返しがうまいですよね。逆の同点がすんごい多いんですけど、すごいうまいですね逆の同点。はい、問題ないですね、はい、これは素晴らしい取り切りですね。はいはい、溝にマス割りで4対2です、はい、また並んじゃいましたね。はい、そうですね。さ
さ1番2番が入ったんですね、はい、これはちょっと助かったブレイクですね。うん、取り出しもね、うん、はい、結構1番が入ると悪い形になりやすいんですけどね。うん、さあこれは4番5番6番7番8番9番ですね、はい、はい、まあ、結構この4から5がすごい大切ですね。うん、4から5で6をしっかりいい形で出しやすい形にしないと、はい、はい、広いところを取ってきましたね、はい、これは正解ですね。うん、はい、これでくの字にしちゃうとやっぱ9番も7番もいるんで、そうですね、ちょっと形が嫌になるとそこのコントロールが嫌になりますからね。うん、ちょっと助かりましたね、これは。ちょっとひねりすぎましたね、変ですね。うん、いやでしょうね、これは。これは完璧に失敗ですね。右に行こうか左に行こうか悩んで結局右に行こうと、はい、ナイスですね、はい、ただちょっと薄いですねこれ。そうですね、ちょっと薄いですけど、まあ、もう完璧に入れ位置でしたね。まあでも入れ位置ぐらいしかできないですからね、あの球だったら。あーっと飛ばしましたね。あーっとちょっと薄かったか。はい、これを取りまして、はい、5対2ですね、 2ですね。さあブレイクちょっと前に出ましたね、うん、取り出しはギリギリ見えてはいますかね。ですね、ただネクストが、うん、そうですね、止めたら5の縦球みたいな感じで玉越しになっちゃうみたいなんですよね、うんうん、いつもの僕だったら押すか、うん、しっかり入れに行きたいから引くかみたいな感じですね。うんうんうん、押したらちょっと8に当たりそうな感じだったら引きますね、うん、引いてちょっとカット気味に残してバタさせますよね、はい、あ、引くのかな。うん、はい、引きましたね。素晴らしいですね。ちょっと今の危ないですね。今のはちょっと危ないです。さあちょっとこれもちょっと強いですね、振りがまっすぐ、まあ、ちょっと弱い目で出したかったんですけどね。安全に引っ張っちゃってますよね、はい、うんうん、全然普通になんか危ないっていうのがないですね。うん、珍しいですよ、こんな危ないっていうゲームがない。ショットがないの。
僕大概危なっていう感じで撮っていくタイプなんで。はい、またマッサリですね。はい、はい、2対6です。おっと、ちょっと蹴られてしまいました。はい、ちょっと反対当たってますもんね。うん、蹴られたというか反対に当たってるからダメですね。でもブレイクで本当にその手玉を止めてるからいいブレイクって最近本当に思えなくなりましたね。あるプロがよく試合でよく試合見てるんですけど、はい、手玉はビタ止まりなんですけど、はい、蹴られてスクラッチっていうのを1試合で3回起こした人もいますしね。だから手玉を止めてる場所が悪いとかいう評価は自分でしてましたけど、そんなんコントロールできないですよね。そうですね。海外の選手とかあんまり手玉を止めに行ってる人もいますけど、いない人もいますよね。ちょっとカット気味にブレイクしたりする人もいますね。ハードブレイクが本当に少なくなりましたね、全体。海外行ったら大体カットブレイクかちょっと抑えたブレイクですね。うまいですね、ナイス。はいはい、はい、これも取りまして、6対3ですね。です、はい、溝にはあと3セットね。はい、ブレイク反対に当たりましたね。これはどうなる、取り出しがちょっと隠れちゃいましたか。セーフティーに行くと思うんですけどね。難しいですね、これは。しっかり見てますね。はい、どうするんでしょうかね、これは。おー、ナイスですね。アンド気味ですね。アンドでいってますね。素晴らしいですね。アンドでもちゃんと攻める気持ちは忘れずについてますよね。素晴らしいですね。5番ですね、5番、はい、ちょっと弱いですね。そうですね、ここはセーフティーですかね。いやでも7番行くかもしれないですね。セーフティーですね。はい、これはどう、難しいですね。ジャンプ、最初こうジャンプ行こうとしてるんですかね、これ。
から出に行ってもね、長かったですね、はい、あでもクッションミスですね、ブレイクミスとクッションミスですね、はい、まあシュートミスしてないんですよね、まあでも一緒ですよねミスは、海外で試合するともうセーフティーもクッションも全部ミスですからね、シュートミスをしてるからしてないから勝つとは限りませんからね、しっかりセーフティーとかで守れるかどうかですからね、さあこれを取ったら6対4ですかね、はい、はい、しっかりついてますね、はい、これを取りまして、はい、6対4残り2セットですね、お互いね、はい、2先です、はい、おっと直撃ですこれすると心折れるんですね。はい、はい、これももう問題なさそうですね、そうですね、ベストが長いっすねこんな長いんだって思いますね、はい、素晴らしい取り切りです、リーチです、はい、僕も反対に当たりました、反対に当たったが、反対に当たったが、はい、取り出しは見えてますね、見えてますけど難しいです、7番もコンビ行きづらいですから、ね、セーフティー行くと思うんですけどね、多分僕の中で行こうかしっかり守ろうかっていう、はい、格闘しますね、はい、守りに行きましたね、素晴らしいですね、格見えてますよ、ちょっと見えてます、ね、素晴らしくないですよ、はい、後ろから7から当てればワンクッションで7が出てくるんで、っていう感じのセーフティーですね、
これは難しいですよね。見えてるんですかね、これセーフティーですかね。あ、見えてましたね。入れましたね。これはナイスショットですね。暑いですかね。ミゾニー選手は毎日練習しているはずです。今もついてます、はい、はい、ついてます。これは取り切られましたね、はい、これはフルセットになりますね。はい、フルセットです、はい、スーパーショットからヒルヒル最終ラックって感じ、ね、はい、おブレイク当たりましたよ。これはナイスブレイクですね。これ最後覚えてますね、僕。僕はもう、あ、ナイスって思ってましたね。じゃあ、ミゾニーは、あれですからね、北陸の前回の公式戦で、まあ、決勝戦で負けちゃったらしいですけど、はい、でもやっぱりアベレージは高いですよね。そうですね。常に上位入賞してますからね。ちょっと引っ張りすぎましたね。来てますね。かなり来てますね、これは。結構僕とつくとね、こういう感じでつく疲れること多いですね。だ前回あの高野智夫プロが来た時は、はい、びっくりする球抜いていっぱい抜いてたけどね。だから精神的な部分なんでしょうね、多分ね。さあ残り3球、はい、あ、これは問題ないですね。最高のポジションですね、7番に対して。はい、はい、あ、もう、まあ、これはナイスゲームですね。はい、ミゾニーのナイスゲームです。いや、はい、もうミゾニーもやっと勝てそういう感じです ね、 ね。さあ、はい、5月のリボルバーマンスリーミゾニー VS 栗林の、6対8はフルセットで、はい、ミゾニーの勝利ということです。はい、はい、はい、それでは続きまして、栗林超人の何でも俺に聞け
のコーナーです。それでは栗林さんお願いします。皆さん栗林長人の声聞こえてますでしょうか。聞こえますか。僕の声聞こえますか。はい、はい、ありがとうございます。さあ久しぶりのリクエストコーナーですね。はい、なんかあったら、なんかリクエストがない限り、あの僕は一人好きしてます。あ、ちょっとあのジャンプショット、はい、ジャンプショットのコツを教えてくださいという質問が早速来ております。はい、ジャンプショットのコツですか。超人はちなみにジャンプショットは得意ですか。わー、得意とは言えないですかね。ただ僕はジャンプショットは結構使うかもしれない、使う方かもしれない。ジャンプショットのコツはそうですね、まあ、僕は一番気をつけてるのは、まずこうやって厚みを、見えますかね、はい、こうやって一回普通にこうやって球の上でこうやって普通にしごいてみるんです、はいはいはい、でまっすぐかどうかを確認してこうやってま、はい、っすぐかどうかを確認して、はい、このままブリッジはこのまま動かさないでこういう風に立てて、うん、であとは手玉のつく場所を見てつきますかね。これが僕の中ですごく厚みが捉えやすいので、うん、こうちょっと待ってください。もう一回、じゃあ正面から今のスローで見てみます。あ、スローじゃない、こうして正面から行ってみます。正面から、こうやってしごきます。上でしごきます。自分の真ん中だと思うところでしごいて、はいはい、しごいて、でこのままブリッジはこのままで、あとは胴点だけを見てつきます。はあはあ、飛びすぎましたね、ごめんなさい。っていう感じですかね、僕は。要は手玉のつく場所を、厚みというよりもう本当につく場所が大切なんで、こうしっかり厚み合わせてつく場所を見ながらってつく。同点重視って感じですか。はい、同点は絶対にずれちゃいけないので、例えば例えばこういう厚みがちょっと違う、ちょっとこっち側に当てなきゃいけないって時に、ここに対してイメージボールに対してまずこう合わせて、まっすぐかどうか合わせて、はい、でこのままブリッジこのままで、このまま木を立てます。で構えて同点を見てで作ります。あ、すごいですね。同点カメラ、同点カメラって感じですね。そうですね、見るところポイントは同点カメラです。そうそうですね、間違いない。カメラ構えて合わせて、このままブリッジ動かさないで同点だけ見て、素晴らしい、こういう感じです、はいはい、今言ってる間外さないですからね、はい、一回場外しましたけどね。あとはそうですね、あまりこうここついたら飛ぶんだと思ってつくことですね。それはイメージっていうことですか。そうですね、あとその間違いなく胴点をちゃんとつければボールは飛んでくれます。はい、構えてこう合わせて、ここをつけば飛ぶんだと思って、ここをつけば飛ぶと思って、ここバンとつけばいいんです。そしたらボールっていうのは飛びます。それをこう調節するより、加減を調節するより、そこついたらそこに飛ぶと思ってしっかりイメージを作ることですね。このままここついたら飛ぶよっていう。なるほど、ありがとうございます。はい、
もうこう今お話いただいている間にもですね、もう10件以上起きてしまいました。ですね、次行きましょうか。それではですね、ごめんなさい、もしかして全部拾えなかったらごめんなさいなんですが、どれ行きましょう。コンビの狙い方、栗林プロなり超人なりのコツ、イメージの作り方があったら教えてください。ヒカルさんのご質問です。はい、僕は、コンビ、はい、コンビはあんまり行かないです。正直行かないですけど、行くときは、はい、例えばこういう近いコンビがあったとしますよね、はい、そしたらどっち側に狙った方が広いのかっていうことを考えますね。まず例えばこれだったら、はい、薄い目に狙った方が、薄い目に狙った方が厚い目でも入るんで、要はなぜそういうふうに狙うかというと、まずこう当たった時に、はい、必ずボールっていうのはキーですね、スロー現象がかかりやすいことがあります。例えばこういう近いボール、こういうくっついてるボールだったら皆さん知ってる方もほとんどの方知ってると思いますけど、こっち側からこうやって当てたらこっち側に行きますよね、ボールっていうのは、はい、ここに向かってるのがここに行きますよね、摩擦でね、はい、それが、ボールの勢いがありすぎると、はい、起こります、はい、これが例えばじゃあちょっとカメラマンさんちょっといいですか、はい、こんだけこういう風にあるボールがあるとしますね。ちょっと正面から見てみましょうか。でこれ叩きますね。ちょっとこっち側ずれてますよね、はい、でボール2ミリぐらいオープンしてるんです。オープンしてます。2ミリオープン、2ミリオープン、はい、ってことは厚みが変わるんですよね、はい、でだいたいスローっていうのはくっついてる時にしか起こらないと思いがちなんですけど、はい、こういう球、まあ、コンディションが悪いと普通に摩擦が起きてこっちに入っちゃうんですけど、結構ボールが綺麗なとこでも強くついたら、要はこっちからこういう風に当てたら危ないよね、はいはい、要は今こっちに向いてるんで、ええ、こっちからこういう風に向かってついたら、はい、ちょっと厚みは薄くなりますね、はい、薄くなるんで必ずこっちに行くはずなんですけど、そうですね、はい、強くつくと逆に中に入るんですよね。スローが重視、はい、効いてくる。でだからそのスローを考えて僕の中での狙い方っていうのは、例えばこれをじゃあ9番にしましょうか。9番で例えばコンビを狙うときは比較的この球だったらこっち側、持ってかれる前提で、そうです、持ってかれても大丈夫っていう方向に狙って、はい、あとは同点をそのままパツンと作る。力加減はどうなんですか。力加減は入れ字だったら、入れ字だったらそう、強い方が広いなと思ったら強くつけますね、はい、それはそのコンディションによって変わりますけど、でも大体これぐらいの加減ですかね。羨ましいですね、はい、で例えばどっちが、例えばレール際だったら、レール際のコンビだったら、まあ、こういう球とかこうやってオープンしてる球ありますね、こうやって。僕はこういう球に関しては絶対に直接狙いません。わざとマイクッション入れたりします。そっちの方が比較的ボールっていうのは広いことが多いです。こうやって今のマイクッションで入れてるんですか。今のマイクッションです。レール沿いの球を、はい、であとコンビに取りに行く時の振りですよね。振り、はい、すごい振りでイメージがしづらくなったりするんで、はい、例えばこういう球をこういう風に狙う時っていうのは結構嫌なんですよね、はいはい、例えばこうあって、まあ、こういう甘い球でいいんですけど、はい、こっちから右側に当ててなおかつ的球の右側に当てるって結構嫌なんですよ。あ、こういう方が逆にいいんですよね。要は第一的球の左側に当てて右側に当てる方が、はい、要は左側第一的球、第二的球は右側の方がすごく狙いが定まりやすい。
これはあのポジション取りに行くときもコンビっていうのはこういう方が比較的ポジションを取りやすいです。じゃ あの長寿の中でも難易度は違うってことですか。そうですね。だからこういうこういうのが嫌です。へー。でもこっちの方が楽なんです。あ、そうですか、はい、こっちの方が比較的楽です。へー。で僕はあの厚みというより筒を作ってますね。このボールの例えばこういう球だったらこういう筒があります、はい、要は点じゃなくて僕は筒で狙いますね、はいはい、これ、こういう筒で。なるほど。このボールの筒があります、うん、そのボールの筒を利用してそこに狙うっていう。いやー勉強になりますね。これあの解説でもまあコンビは、何が起きてるかがちょっと把握しづらいんで結構難しいですね、はい、どのコン毎回同じように狙っても同じところに行きにくい場合がある。冒頭あまり行かないっておっしゃってましたが、それはやっぱりそれだけ難しいってことですか。はい、そうですね。やっぱりコンビ例えばよくみんな試合とかでも、ね、こういう球があってこういう球とかコンビ行きますけど、はい、やっぱり正直ボールがスキッとしたり、はいはいはい、スキッとしたりよれてしまったりとか、はい、いろんなことが起きる可能性があるんで、やっぱりコンビっていうのはやっぱり絶対っていう時じゃない限り行かない方がいいと。そうですか。なるほど、わかりました。ありがとうございます。ちょっと続々と来てるのでじゃあ次行ってみましょう。はい、佐藤さんのご質問で、ロングのカットの時どこに注意しますか。ロングのカットの時、はい、どこに注意しますか。苦手分野が来ましたね僕。おお、そうですか。僕はロングのカットの時は構えてしっかりまず僕は振ります。ちゃんと振って厚みを確認しますよね、はい、厚みを確認して僕は比較的手玉を見て突くことが多いです。へー。あのロングの時は手玉を見て突きますね、はい、へー。逆になんかロングだとね的玉シビアなんで向こう見たくなりますけどね、はい、だからしっかり合わせてその胴点がずれると厚みが狂うんで、はいはいはい、2人合わせて同点見てこうやってつきます。へえ。もう信じて信じますね。これはもう僕は最近はもうほとんどそうですね。こういう球でもこう合わせて同点を見てこうやってつきます。なるほど。ちなみにあの上下真ん中どこっていうのはあるんですか。どこでもいいです。それから比較的僕は中心をついた方がいいと思います。中心、あの上とかじゃなくて真ん中です。本当に真ん中。じゃあ無回転でトーンと滑り出す感じですか。無回転で転がしてあげるんですね。一番その重心を捉えるところです、はいはいはい、重心を捉えてこうやってポンってついてあげる。左右はほとんどつかないんですか、はい、左右はあまりつかないですか。左右はもうイメージになりますね。カーブするんで例えばこういう球を逆つくときはもうイメージなんでこんな感じっていくしかないです、はい、あーなるほどね。それは球によっても違うんでそのカーブそのコンディションにも違うんで、それはもうイメージですね、まあ、なるべく中心の方が、はい、ただ厚み通り測りたいと思ったら僕はロングでボイタマンの時は真ん中しっかり中心で合わせて中心で合わせてそこを見ながらつきます。へえ、そうですか。なるほど、ありがとうございます。皆さん分かりましたでしょうか。あと次母さん、藤井ちゃんの苦手なのって聞きますよ。これはどういうことでしょうか、ね、次行きましょう、はい、次押し玉で右こじりが出ます、対処方法ありますかっていう3143から押し玉で右こじりが出てしまいます、はいはい、対処方法あるでしょうか。右こじりがその思ったところは真ん中なんですかね。思ってる場所が例えば他の人に見てもらった時に、はい、右って言われてるかもしれないです。あ、なるほどね。かもしれませんけど、すでに右と、はい、僕もそっち系だったん で、 おそうで、ね、僕も最初に真ん中だと思ってたところが右だったんで、はい、でもそれ真ん中を突きに行って右こじりが入るんだったら、はい、そうですね、あんまり球出さない方がいいかもしれない。ほう、
球出さないでその手玉を見ながら突いた方が、ああこういうの大事ですね。球出すとその癖が出てしまうんで、球をあんまり出さないようにして、ここを突いたら押せるんだと思ってそこを見ながら突いた方がいい。コンパクトに出す感じですか？コンパクトの方が胴体のブレが少なくなるので。ただ押しの回転は減りますね、間違いなく。パワーを殺してやって、はい、やっぱ思ったように球が振れないっていうこと、コンパクトになるんで、その分押しのその距離は、はい、ランは出なくなりますね。なるほど。こうやって僕もたまにそうしますからね、はい、絶対こじったらアウトだって思った時に絶対にそのコンパクトにしてます、はい、なるほどね。じゃあこの質問の方はまあ、こじっちゃってんのか、もともと右なのかっていうところですね。かもしれないですね。だから、あと一番勘違いしてほしくないのは、左こじりだから左を突くっていうのは間違いない、はい、ダメですか？結構人によってこう、球が例えば、こっちにこうやってこじる人がいるとしますね、はいはい、これって左を突くと思ったら大間違いで、出だしこう引くときに大きく右からこう入ってくる人がたまにいるんで、左こじってるから左じゃないんですよね。そのこう例えば手玉があってこうやってこういう風に突く人がいるとしたら、手前でこじる人だったら左なんですけど、ただ、さあ行くぞって言って大きくテイクバックしたときにこう引いて大きく入ってきたら右になるんですよ。なるほど。でこうなるんですよ。厄介ですねこれは。だから自分のそのしっかり手玉を見て、そういう人はコンパクトに手玉を見ながらついた方が思った胴点はつけると思いますね。僕もそうなんで。なるほど、わかりました、ありがとうございます。はい、どんどん質問が来て見えなくなっていっていますが、まあ、ひねり関係のやっぱりご質問多いですね。ですね、あとは、まあ、今ひねり関係は超人おっしゃったようにコンパクトにつくのが一ついいみたいですね。あと同点オペっていうのも、はい、同点を見て、ね、そのエフレンレイズが手玉を見てつくんで、うん、で、はい、手玉を見てしっかり合わせてひねってつくと。でまあ、コンディションによってはカーブが出にくかったり出やすかったりっていうのがはっきりと分かるはずなんですね。分かりました。それをみんなこう自分の思ったようについてしまうと癖が分かんなくなったりとかするので、しっかりそこは目で追っかけて練習した方がいいですね。ありがとうございます。ただ次ですね、ちょっと C 級の方もこの番組見てくれてるみたいですね。非常に嬉しいですけども、 C 級から B 級に上がるのはどんな練習が必要ですかと、はい、個々で違うと思いますかと、メンタルを鍛えるにはボーラードですかというご質問来てますけど、どうでしょうか。はメンタルを鍛えるという明確な答えは僕は正直はっきりとは言えませんけど、はい、まあ、緊張する場面にいっぱい参加すること。なるほど。試合、トーナメント、ウィークリー、ハウストーナメント、全部。じゃあどちらかというと人とつくっていうことですね。そうですね、人とついてすごい負けたくない人だったりとか、はい、初めてつく人とかいっぱいいろんな、そのいつも手合わせしてる人とついたら緊張しないんで、はい、逆にこう上の人にお願い、自分からお願いしてやってもらったりとか、はいはい、試合にいっぱい出るとか、そうやって少しずつこう緊張する面でビリヤードをした方が強くなるんですよね。なるほど。確か藤井ちゃんも、ビリヤードを始めるきっかけは悔しくてとかいうのがなかったですね。そうですね、確かね、まあ、たまにはこう映しておかないと、はい、あ、僕はいいです、はい、なるほど、わかりました。であと、はい、C 級から B 級に上がるっていうのは、はい、おそらくよく入れるっていう選手です。よく入れれば A 級まで絶対上がれます。なるほど。シュートシュート力で、自分、僕の、まあ、僕が覚え A 級に上がるときに、はい、俺はここつい入れる、うん、俺はここが得意だっていうのをいっぱい増やしていくんです。俺はこの球は、はい、ここついたら入るとか、ここついたら入るとかっていうことを一生懸命いっぱい見つけました。要はコツをつかむ。なるほど。ボールを入れるコツをつかむ。その手玉がどうとかどうでもよくて、
この球はここついたら絶対入るっていう場所を見つける。あと C 級とか B 級の頃ってバンクすごい上手な時期も大概の人もありますよね。はい、ありますね。そういう自信を持つのは大事なんですかね。そうですね、やっぱりその自分の得意分野っていうものを増やすんですね。そのみんながこうできなきゃいけないっていうことをやると逆に合わなかったりするんで、自分が得意だって思える練習、得意分野を増やす練習ですよね。なるほど。だから薄い球はみんな入れれるけど、はい、熱い球は俺の方が得意だって言うんだったら熱い球をずっとついてた方がやっぱ確率は上がりますね。わかりました。コウさんわかりましたか。はい、はい、いえ、じゃなくてということでした。じゃあ次の、1個戻るんですけども、つけブラシさん、キャノンショットの狙い方を教えてください、お願いしますって書いてます。キャノンですか。はい、キャノン。まあまあ、結構キャノンって、はい、まあ、すごい難しいですけど、例えば自分で小細工をしてそこに持っていく、はい、例えばこういうキャノンですね、こういう球を2入れて3に入れたい、3、カメラさん、こういう時に、こういう時に引き加減でこうやってやるじゃないですか、ね、でもこういうのっていうのは比較的もう絶、本当にこことこことこの加減でこの動点でこの強さでつかないと、はい、そこに行きませんっていうのが、うん、うん、今みたいなショットです、うん、で僕らが使うキャノンというのは、うん、例えばここにあるボールに対して、はい、例えばこういう球があります、はいはいはい、で自然に転がして自然にそこに行きますっていう時しか使えません、うん、だから小細工をしてこういう風に当てに行こうっていう時は大概失敗します、うん、それだったら例えば1から2の時に、はい、これだったら例えばここにあって本当に一番入れやすいのはここですよね、はい、まあ名前どっからでも入るんですけど、でもわざとここで止めてここから9番に勝手に行くように狙う、うん、のは僕らはよく使います、キャノン、うん、転がして入るところの配置に持っていくというのがコツですか。そうです、それもそれはもうすごい大切です、それが形ですね。なるほど。でもしキャノンを狙いたいって思うんだったら、はい、そうですね、僕は強さで狙います。うーん、強さ、強さで、はい、例えばこれぐらいの球があったとしますね、はい、これぐらい、はい、普通に押したら、まあ、ゆーってこの辺に行きそうな、はいはいはい、普通に押したら、はい、じゃあ強く押してみようって、はいはいはい、強くいくと今度はこうなります。要はその分この弾きのこのラインが強く打ってる分弾いてこっちに行くんですよね。なるほど。だから何気ない球でも、強くつくだけでそこに向かうっていうことがしょっちゅうあります、うん、あ、例えばこういう球でもそうですね、こういう球でもこれぐらいです、はい、まっすぐついたらちょっとへそぐらいですかね、はあはあ、ここのへそぐらいです。もう全然普通に押したらこの辺ですね、そしたらこの球を本当に強くついたら、はい、ここ行きます。今のはすごいこの球で普通についたらここに行く球なんですよ、はいはいはい、ここに行く球が強くつくだけでこっちまで来たんですよ、うん、なるほどね。要は弾けて R でその弾きの強さが強すぎてこっちまで来ちゃう、うん、はい、なるほど。だからキャノンっていうのはすごい力加減っていうのがすごい大切という、うん、力加減が合わないとボールはなかなか狙ったところに行かない、はい、同点じゃないですね。なるほど。ありがとうございました。いや、実はもうあっという間に23時に時間になってしまいまして、もう最後のご質問になろうかと思いますが、どれいきましょうか。そうですね、これかな。どさんこさん、最後の、ご質問です。押し、引き、ひねりのキレを聞かせるコツや練習方法を教えてください、はい、押し引きひねりのキレを着せるコツや練習方法と。練習方法は、まず
まず一つ急スピードをまず上げれるように、うん、例えば普通のセンターショットをするときに、普通のセンターショットですよ、普通のセンターショットをするときに大体みんなこれぐらい、これぐらいの加減でこうやってこうやってつくと思います、はいね、はい、でもこれをまずしっかり思ったところをつけるようになる、まず急スピード上げる、これぐらいで、これぐらいで練習する、その毎回これで真ん中つけてしっかりボールが入ってくれれば、はい、要は思ったところはしっかりつけてるってことなんで、はい、まずこれで急スピードを上げる練習、すごいですね、をまずします。であとはそのこの球でちょっとでも胴点がずれてしまうと引けてしまいますから、でちょっと下ついたら今のスピードだったらこうなるんで、ちょっと下つくだけでこんなになっちゃいますし、まずこれをまず練習することですね。押しでもちょっと真ん中のほんのに5ミリぐらい上上げるとこうなっちゃうんで、まずこれでハードショットで急スピードを上げる、でそれで胴点がぶれなくなったら、しっかりそのセンターショットが入るようになったら思ったところをつけるっていうことなんで、じゃあこれでまず横をついてる、はい、で横をついたらこうなりますとか。わー、カメラさん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 、今ねちょっと止まってるように見えるんですけど、回ってますね。そう、煙出てますね、はい、で引き玉でも一緒ですね、はい、引き玉でも下をそのしっかり胴点ずれないで、はい、そこを強くつけばつけるようになるとか、はあ、今でも下全然下思いっきり下をついてるわけじゃない、はあはあ、でそれでもっと思いっきり下をつけるようになっていったらもっと下をついたり、へえ、すごいな、はい、で押し玉もそうですね、押し玉でも上をそのしっかり強くつけばいいんで、上をこうやってバッとついてあげる。すごい。ではその分胴点がずれなくなるんで、すごいその急スピードが上がっても思った胴点がつけるっていうことで、はい、急切れがアップしますね。なるほど。いや、どさんこさんどうだったですか、はい、今のはですね相当僕はびっくりしました、はい、というのは切れの練習をどうしたらいいですかと言ったら、センターショットですよ、はい、をスパーンとつくと、はい、だこれで必ずこう手玉がくるくる回らなかったり、はい、今の強さで手玉がくるくる回らないっていうことは、はい、本当にど真ん中つけてる証拠なんで、なるほど、ね、ブレがないってことですね。だからこうこれぐらいのスピードでこれぐらいでつけるように、だ自分のハードショットのレベルを例えば10だって、はい、自分のマックスは10はこれだっていう練習しますよね、はいはいはい、それを13ぐらいまで11にするんじゃなくて、はい、自分の限界をもう3段階上げちゃう、そこが目標にしてやってると11なんかコントロールになるんでできるようになる。なるほど、なるほど。だからハードショットを練習して胴点をずれない、から上下右左をつくということですね。 そうです。そのまま胴点のブレがなくなったときにその同じようなつき方でブレです。あ、ドサンコさんから練習頑張ります、ありがとうございますと。だからハードショットができる人の方が9は切れるってことだ。わー、ありがとうございますね。わかりました。いやそれでは非常に残念なんですが、俺日経スペシャル、何でも俺にコーナーはこれでじゃあ終わりたいと思います、はい、それではエンディングになります、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。いやちょっと最後 のセンターショットからね、押し引きとかちょっとものすごい、ちょっと、ね、そうですね、すごかったですね、あれは。まあまあ、でも、まあ、一番手っ取り早い、はい、覚え方だと思います、はい、その急スピードを、うん、まあまあ皆さんも考えたら分かると思うんですけど、はい、急スピードが速い人ほど引けるし、はい、押せるし、うん、回転をかけれるってことですね、うん、でそれをその回転をかけれるっていうことは引けるし押せるし、その分ボールが胴点がずれなければボールも入るし、はい、いろんな動かし方ができるんで、うん、
すごい手取り早いですね、うん、そのこういう風につくとかよりも急スピード上げて、はい、同点をブレンダーでつけた方が、うん、すごいすごい練習になると思います、うん、ちょっと私も練習してみます。はいはい、はい、それでは、来週の放送予定ですが、はい、来週は、60回放送記念ということで、はい、栗林超人の30分マス割りチャレンジを、はいはい、行いたいと思います、はいはい、久しぶりなんで緊張します。抱負は今現在、13回ですね、記録が打倒若狩山幸男でいい。はい、ぜひぜひ、はい、グランプリの前に、はいはい、記録更新をして、そうですね、はい、また優勝を目指して頑張ってください。はい、わかりました。はい、はい、ではそれでは来週は、はい、栗林超人の30分マス割りチャレンジとこのがね、はい、盛りだくさんの企画でお送りいたします。はい、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、バイバイ